まずはちょっとこちらベルトの音を確かめるためなんですけども、まず原子ドライバーでこれだけの音をまず出していきたいなと思います。いきます、変身。結構輝かしい音が鳴るんですね。なるほど、ちょっとかっこいいっすね。輝かしいね、めっちゃ。さあ、そしてこちら戦国ドライバー、こっちと一緒につけようじゃねえかね。そしてゲネシスコアユニット、こちらがありますので、まずこれを装着します。じゃん、はい、つきました。はい、じゃあそれではこちら2つね、この戦国ドライバーにつけて、ジンバーマロンになりたいと思います。いきます、変身。なりましたね、マロンに。切っていきます。かっこいい、かっこいいな。この時点でかっこいいんだけどさあ、それではこちら一通りレビューさせていただきましたので、ついに阿部達がこのプレ版のマロンエナジーロックシードを使って変身していきたいと思います。頑張ったんで見てください。デイ、あいつは弱い奴らのために、世界を作り変えるために強さを求めたんだ。カイト、見ててくれ。変身。マロンエナジー。ロックオン。クルミドス。ミスターダクルマ。はい、というわけで、今回こちらのマロンエナジーロックシードとゲネシスコアユニット、こちらをレビューさせていただきました。はい、もう本当にプレ版はよく頑張るなっていうのと、ガイムがちょっと粘ってるなっていうのがすごいなって思って、まあ僕含めすごいファンがいるのかなって思いました。はい、で今回ね、ゲネシスコアユニットっていうのが今回ついてきてたので、例えばゲネシスドライバーを持っていない人とかがこういう風に遊べるようになったわけですね。はい、なのでぜひぜひこれをね、持っている方はどんどんこういう風にね、2個くっつけて遊んでください。で、これガイムプロジェクトね、今回50回目なんですけれども、次回は、つか次回もあるんかいっていう話なんですけども、多分ね、ザクロロックシードとセイバーが来ると思うんで、それをレビューしたいなと思います。いつ来るかはちょっと今分かってないんですけども、手に入ったら
レビューしたいなと思いますんで、その時またよろしくお願いいたします。というわけで以上、こちらのマロンエナジーロックシードゲネシスコアユニットのレビューでございました。気になる方はぜひガイムガイデンチェックしてくださいね。バイバイ。だから